落ち着かねえな、今日は。よいしょ。はい。別に詰め切るわけじゃないからね。ね。ライス君。詰め切るわけじゃないからね。はい。今日はね、ちょっと時間があったんで、ペットショップの方にね、行って、いろいろ見てきたんですが、まあ何買うわけでもないんですけど、見てきたらですね、ウサギがね、いまして、いやすげえ可愛いなと思って。で、まあね、ライス君がいるんで、ウサギはちょっと飼えないんですが、こうね、眺めてたんですけれども、あのね、ウサギの毛とね、このライス君の毛がね、非常に酷似してましたね。ね。びっくり。ね。あのふわふわ具合と、このライスの、今ちょっとね、シャンプーしばらくしてないんで、ちょっとこう、なんだ、ケバケバ、これでもね、ちょっとケバ立ってますけど。でもね、あの毛の感じがね、もう雷毛にそっくりでしたね。ね。ね。で、白いのとね、灰色のがいたんですけど、白いやつがめちゃくちゃビビリで、ライス君そっくりでしたね。ね。で、灰色の方は結構おっとりした感じで、あの、人が来てもね、物おじしないで、キョロキョロしてましたけど、白い方はね、もう物音がちょっとするだけでね、もう飛び跳ねて歩いて。ね。可愛かったですね。で、そのね、毛の感じがあまりにもライス君とそっくりだったんで、今触ってね、堪能しようと思ってるんですけど、全然落ち着いてくんない。ん？ん？今日暑いもんね。ね。今日暑いもんね。ライス君、今日暑いもんね。ね。そんな感じで、ウサギの毛並みとね、うちのライス君の毛並みが非常に酷似しているという、そんなお話でございました。このね、モフモフを24時間ね、いつでも堪能できるっていうのは幸せなことなんだなと思いましたね。ちょっと痛みを伴いますけど。ね。はい。何食った、お前。何食った、今。ん？